さて、中京競馬場に着きました。天気なんですけども、結構来る途中、降ったりやんだりが続いてたんですけども、今中京競馬場は曇りですね。結構晴れ間も見えて、まあ雲は多いんで、まあ降ってくるかもしれないんですけど、ね、雲結構多いな。ただ今のところ、降ってはないですね。どうだろう、なんかギリギリ持ちそうな雰囲気ではあるんですけど、もう気温がでも31度とかなんで今現在ですね。結構そんなにババは悪くならなそうな感じですね。で、武豊騎手は今日は、サンクラですね。残念ながら神戸新聞杯が回避になってしまったんで、まあ、菊花賞はどうするんだって話もあるんですけど、まあとりあえず今日のところは、2歳戦がサンクラということですね。3レースのダイヤモンド、3レースのダイヤモンドは中山でかなりレコードタイムの、まあ逃げてレコードタイムを演出して4着という結果だったんですけど、かなり内容は良かったと思うん で、今回距離も縮めてきたんで、これは、今2番人気ぐらいかな。単勝で美味しいんじゃないかなと思うんですけど。まあでも、武豊騎手の馬券は今回はここだけかな、買えるのは。ちょっと新馬戦はちょっと2クラ、ちょっと分からないというかね、新馬戦はやっぱ昨日ちょっと中途半端に買って失敗しちゃったんで、まあ、今日は新馬戦はちょっと見るだけということにしとこうかなと思います。あと、神戸新聞杯は、まあ、サブマリーナが回避でね、サブマリーナでも、まあ3番手か4番手評価ぐらいだったんで、まあ、かえって、絞りやすくなったかなと思うんですけど、まあ、本命はですね、名将タバルですね。これは毎日杯の勝ち方がかなり強かったんで、まあ、今回も多分前に行くんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと大外がちょっと気になることは気になるんですけど、毎日杯のパフォーマンスが見せてくれることができれば、まあ、このメンバーでは1枚上かなと思ってますね。あとは、まあ、1番人気はもう今回外して、川田の馬ね、は外して、岩田息子のバッテレイ、これをまあ対抗に考えていて、あとはちょっとミスター GT も対抗ぐらいで考えてたんですけど、ちょっと今回仕上がりがいまいちなのかな。なんか北村騎手が乗ってて酒井隆成騎手じゃない、持久車であえて北村というのがちょっとあまり人気自信がないのかなというのがあったので、ちょっと今回は外そうかなと思ってます。で3番手は、1番のジューンテイクです、ね、3番人気、まあ、この 3頭、まあ、名称タワールから、バッテレイトとジューンテイクとあえて買うとしたらウエストナウ、この賞からこの3頭へ話を決めます。中山のオールカマーは、このオールカマーはまあ現地にいないんで、まあ、ここはですね、ちょっと前回から何走か追いかけているリカンカプール、これの単服を買おうかなと思います。人気ないから。まあ、ちょっと仕上がり図書館があるんですけど、中山はね、金牌で勝ってるし、まあ、前走は洋芝が合わなかったっていうのと、大阪杯は、まあ、興奮して暴走してしまったというところで、まあ、まともに競馬をしてないというところを考えると、まあ、ちょっと距離がベストは2000かなとも思うんですけど、まあ、ちょっとここは淡泊で行きたいと思いますね。こんなとこかな。とりあえず今日はほとんどちょっと見るのが専門というか、なんかいつもよりモチベーションが上がらないんですけど、まあ、とりあえずちょっと行ってこようかなと思います。それまた、現地の方が多分新馬戦だけかなと、神戸新聞杯と多分武豊騎手のレースは、速報であげようかなと思います。それでは。